日本武将の像記庫長宗我部元親公の像、この像はですね、没後400年に、建てられたものですけど、22歳の時の祈りの像っていう感じですよね。若くして槍を持ってると、そういう像になります。こちらですよね、立像で、若い時の出陣の像って呼ばれてるものですよね。ちょっと今日はここで見にくいんですけど、お顔はどんな感じでしょうかね。こんな感じで、やっぱりこの姿が結構ね有名なんで、あちこち出てると思うんですけど、ちょっと今日天気悪いんですけど、まあ、割とですね、勇ましく、結構高さがありますからね、この状況でですね見ていただくと、顔がねちょっと同じ目線にちょっとできないのは残念ですけどね、坂本龍馬ほどではないですけどね、やっぱり武将としての、やっぱりこう出陣の感じが出てますよね。かなり槍の名手と使い手ということでですね、鳴らしたと、そういう武将になります。